はい、シビ1300スーパーフォアですね。はい、乗っていこうと思いますよ。はい、はい、これが怖いな。よいしょ。ホンダの誇るですね、最強のフラッグシップモデルとしてですね、長いこと君臨しているこちらです。はい、よいしょ。前キャップモデルもですねちょっとやったことがあるんですけど、ちょっとそれと比べてどうかっていうのも、まあ、あんまりその比べたらかわいそうなんですけど、見ようかなと思います。はい、よいしょ。さあ、どっち行こうかな、ね、いつも山の方ばっかりだから違う方行きましょうか。とは言ってもあまり思いつかないんですけど、ね、やっぱり山行きましょうかね。はい、さあ走り出しました CB 君でございますけれども、やっぱり、ね、この重厚な感じ、というかですね、このどっしりとした安定性というのは CB ならではだなと思います。はい、それでいてですね、いざという時の加速力、それからクイックなですね、ハンドルの反応性、というのはですね非常にこの他に、他に類を見ない傑作機と言ってもいいんじゃないかなと思います。はい、今私動画を回している都合上ですね、法定速度でしか走れないんですけど、後ろからめっちゃ煽られてるな、これ大丈夫か、俺動画撮ってるぞ煽らないでほしいな、煽らないでください、お願いします。はい、やっぱりねこの CB といえばね、まあホンダの誇る、まあ、フラッグシップモデルとしてですね、誰もが知っているところだと思うんですけど、やっぱ乗り心地がもうね、もう段違いですよね。すごいわ。日本車ってなんでこんなにこう性能が高いんでしょうね。あ、やべえ、30キロに落とさなくてはいけないです。まずいな後ろでプシュ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 って、ちょっと幅寄せるか、ね、すいません、俺前もうゆっくりしか進めないので、どうぞ早く行ってください、早く行ってくれ、行ってください、いいですよ。困ったな、動きがないのかな30キロです。30キロちょっと出てるかもしれないけど、30キロでしか走られへんのですよ、もうね。はいはい、追い越し禁止。はい、知らないよ、ナンバー隠してやらないよ。はい、ということで、よくね、この辺よくあるんですけどね、トラックの幅寄せとかで殺されそうになりますけどね、ああいう人たちは看板背負って仕事してるっていう自覚があるのかな。まあいや、せっかくの CB の話なのに。はい、じゃ あ気を取り直してですね、やっていこうと思うんですけども、はいはい、いつものごとくですね、山道に入っていこうかなと思います。はい、ここ曲がるしかないんだ、俺たちバイクは。ごめんな、ピッピって言われても。はい、よいしょ。はい、やっぱりこの CB のすごいところっていうのは、まあ、やっぱ重いんですよ。それはね、それは車重はあるんです、まあ、とは言っても最大限に軽量化はしてあるんですけども、その車重があるところでなおかつこの操縦性能を
獲得しているっていう部分だと思います。はい、まあでも馬力で言うとね、そんなにはないんですけど、馬力なんて飾りです。偉い人にはそれは分からんのですよ。はい、まあ、あのトルクはまあ10キロ以上かな、1300だからね、あると思うんですけど、ものすごいこう絞り出しを見せるわけですね、走り出しを見せるわけですね。でそういった面がありながら、あのゆっくり走ってる状態の安定性とかですね、このハンドリングっていうのをこう全く違和感ない形でですね、ライダーに伝えてくる。これはね、あのなんだろう、精度が出せる技なのか何なのか分かんないですけど、多分僕が思うに CB1300 に慣れちゃった人は次も CB を買うと思います。はい、と思う。よくね、あのホンダの乗り心地が優等生すぎてつまんねえみたいなこと言う人いると思うんですけども、それは違う。優等生すぎてつまんないんじゃなくて、そのライダーに対しての、なんていうの、一番こう疲れない、一番こう感覚的なにこうぴったりした操作性を与えてくれるんですよ。だから下手くそでもうまく走れちゃう、そういうことです。はい、だからその状態だとね、いろんなことをこう煩わしく考えたりとかする必要なくて、ライダーはあのより、ね、こう楽しく走ることに集中できるで、それがやっぱりいいとこなんじゃないのかな。なおかつやっぱね、堅牢で壊れねえというのが、ね、壊れないわけですよ。まあ壊れないバイク最近多いんですけど、まあ、本当の中でもいろんなモデルあるけどさ、そりゃね、あの下位モデルから上位モデルまであるんですけど、 CB に関してやっぱね、このね、その性能の維持っていうのがものすごいレベルで実現されている。これがねやっぱすげえなと思いますね。うん、もう最後ね、もう妥協を許さない作りというかね。よくさ、なんか鈴木が変態とか言うじゃないですか。僕はね、ホンダこそ変態バイクだと思うよ。もう敵からして、もう妥協してなさすぎだよね。ただそれがそのホンダという企業がね、どういう企業かっていうのを推し量る物差しには決してならないとは思う。まあ、僕が何を言いたいか押して知ってください。はい、ただバイクというものに関してはですね、やっぱものすごいこうね、なんか作り込んだ作りというか、まあ、逆に言うと冒険しないメーカーではあるんですけどね。そこは手堅いところを守り続けるっていうのはあると思うんですけど、そのこれがいいなと思ったら、その不安を思って迷う車体ではないというのをですね、非常にこう感じます。はい、いや、いいですね。これはもうロングで行くとなったらね、その例えば1日600キロ走りましょうっていう話になって、あのいろんなバイクを選ぶとするじゃないですか。で1日600キロを比べてくるとですね、まあ、これはもうそろそろ疲れたなとかね、いろんなのが出てくると思うんですけど、CB は絶対その中では上位に食い込んでくる機体じゃないかなと思います。はい、どうでしょう。よいしょ、ガタガタします。だいぶ天気暗くなってきましたね。今日は晴れで、今日も暑かったんですけど、今日ね結構いろんなことやって疲れたんですけど、なんかバイクに乗るとね、あるあるなんですけどね、なんか回復しますよね。楽しくなっちゃうからかな。よいしょ、ね、外足荷重、内足荷重もですね、3次元2グリップに対してもですね、非常に反応性がいいです。はい、ぎゅーっと曲がりますね。これはすごいと思う。もうあのハンドルに対しての入力はほぼしてないです。はい、それでも2グリップとですね、まあ、外足と内足のこの荷重の、ね、これですね、この膝をクイッとこう入れると、あとあのステップをこう踏むんですよ、ぎゅっと、あのそれだけで、きちんとこう、バイクが曲がってきます。はい、わかります。ステップ踏むってあんまり意識しないと思うんですけど、ステップをビューッと踏むと曲がるんですね。はい、これをね意識しだすとですね、非常にこうバイクの、操作がクイックにですね、感覚に対して鋭く生きていきます。はい、
あと乗車姿勢も CB の場合はすごくいいですよね。腕に対して力が入りづらい、あんま腕に力を入れるとですね、ハンドル動き阻害しますんで、それがね、やりづらい、阻害する状態になりづらいっていう、この乗車姿勢も非常にこう良いと思います。はい、これならもう本当にもうハンドルのですね、ハンドルとこうね、ニーグリップと膝、それからお尻のですね、インシートですね、シート荷重の全てをこう使ってですね、バイクをクイックに曲げることができます。はい、やっぱね、それがやりやすいバイクとね、その反応が素直に出るやつと出ないやつっているんですよ。それがね、やっぱ CB は出るな、いいな、そこは反応性に優れて、乗り心地がよく壊れんというのがですね、壊れない、壊れぬというのがですね、よく出てていいんじゃないかなと思います。ちなみにこういうですね、今言ったような3次元2グリップ等の反応が全然出づらいバイクというのが僕が乗ってる R9T でございますね。あれは全然操作性が良くない、ね。まあ、別に僕はいいんですけど、分かってて乗ってるんで、ね、何も考えないで、乗れるか否かっていうところで考えるとですね、やっぱりそういう癖がある車両っていうのは今どんどんなくなっていく中でですね、はい、CB1300 というのはですね、その最高峰の操作性を持っているなと感じました。はい、どうぞよろしくお願いいたします。二宮翔平でございました。